はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。はい、ということで本日なんですけどもね、累計終わりました。はい、早いでしょう。本当はね、今日生放送やりたかったんですよ。まあ今日っていうのは多分この動画が出てる1日前か2日前なんですけど、本当は生放送でね、ちょっと無課金の方をね、累計終わらして引くっていうやつやりたかったんですけど、もうメインはね、ちょっとね、走れない。これ見て、ランキング、えぐない。これ無理よ、これ。なんかボーダー見たらなんかラスト2億ぐらいいってたよ。1万5000以内。無理です、はい。なので、もうね、僕、ガチャ引きます。はい。で、まあ、ガチャ引くと、まあ、その生放送してしまうと、誰が出たとかネタバレになってしまうんで、今日以降にやろうと思ってたんで、生放送。だから多分、12月29日生放送やってるんじゃないかな。あ、ちゃうわ。それだったら別に無課金の方がやってもよかったんか。何言うてんねん。はい。まあ、一人でね、乗りツッコミやったというところで、ちょっと累計引いていきましょうか。で、累計次第でガチャ何連引くか決めます。はい。あ、ゴールド契約書も引くはずだ。うん。ゴールド契約書も結構溜まってるね。結構ってか、さっきゴールド契約書行こう。うん。めっちゃ噛んだ。ゴールド契約書行こう。5枚ぐらいあるんじゃん。ないわ。4枚。とりあえず4枚行こう。うん。ここはちょっと気楽に見てください。はい。多分出てなかったらカットします。はい。ということで多分見事にね、カットされてると思います。はい。めちゃくちゃ喋ってたけど、もうカットしますね。はい。鬱陶しいと思うんで。ということで、OB 引いていきましょう。狙いはね、松井秀喜選手かバース選手。はい。もうこの2名です。他はもういいです。はい。サードも中村典弘選手いるんですけど、長嶋監督僕取ったんで、もういいです。はい、サードは。なので、もうこの2名、いきます。それによってはね、ガチャのね、引く回数も変わるから、お金も変わってくるんですよ。だから僕課金してないでしょ。右上、見てくださいね。でしょ？いきますよ。お願いします。やべ、ドキドキしてきた。これめっちゃ緊張する、これ。前のガチャ結果知りたい方、ガチャ見てね。お願いしますね。前のね。いきます。おー、ナイス、チリ癖。散ってるー。チリ癖いいね。これ次のもしガチャ回すってなったら、チリ癖が生きてくるんよ。さあ、お願いします。誰でしょうか？ OB 第3弾。松井ます！松井ます！うわー！これは神ビーター。はい、ファーストレギュラー決定です。ありがとうございます。もう即帰はしたいな。即帰はしたいけど、ちょっと待って、バース選手の A ランクがなかったか。うわ、限界突破コーチ生あるやろ。あ、10あるか。まあ、行ってもいいけどな、即帰は。まあ、動画のためには即帰はするし、もし A ランクを今から引くガチャでゲットできたら、ちょっと考えます。ごめんなさいね。はい、バース見たい方いると思うんですけど、いや、一番乗りバースかましたろか、俺が。まあ、ちょっと考えとくわ、それは。ちょっと山田おゆう選手の企画もあるんですよ、僕。即帰はできるんですよ、山田おゆう選手も。で、栗山、いぶし銀栗山も、いぶし銀発生するまで終わりませんでしたって企画もやりたいんで、ちょっとね、盛りだくさんなんですよ、この年末に来て。年末に来てね、すごい企画がギュッとされてるんで、ちょっとそこはね、また考えますね。はい、なので、ちょっとガチャ引いていきたいんで、これ30連でよくね？バース出たもん。あと松井出す。これって自チーム関係あるのかな？一応阪神にしとこう。もしかしたら10連で出るかもしれないし、ちょっとまた課金せんとこ。もう俺課金したくないから、ほんまに。やった、ランキング走らんでええわ、これ。やばいわ、マジで。ってことで、松井選手狙っていきます。はい。もう松井選手をゲットしたい、これ。最悪松井選手ゲットして、あと誰やろな。ごめんなさいね。ちょっと嬉しすぎて口数多くなってるんですけど、これ許してください。皆さんもこうなるでしょ、出た時。やっぱ出た時って自慢したいじゃないですか。周りとかで学校とかで引いて出たら、おい、俺出たぞと。バース出たぞと。言いたいやん。今そんな感じ。許して。うん、29にもなって、この喜びね。ああ、もうやっぱこの2名でいいわ。2名とかも松井選手だけでいいわ。ちょ、やばないマジで、神引き。ほんまに。ちょ、テンション上がるわ、これ、ほんま。じゃあ、行きますね。ちょっと松井選手出てほしい、これ。お願いします。さあ、出そうです。はい、出そうですよ。いや、ほんまバース。ちょっと待って、喜びが。ちょ、おい、ほら、チリ癖ついたから、やっぱね、チリ癖ってあるんですよ。このね、端末に対して、チリ癖っていうのは多分、つくとかつかないがあって、割れて、頼む。まあ、ないか、そんな甘ないか。いや、ここで割れたら結構神、ミキサーにした。この前、ミキサーにした。見てくださいね、この前の動画。バースの A ランク出てほしいな。さらそう、ここバース。あー、森選手ヒュッて顔してるね。ヒュッて多分口でヒュッて言ってます、これ。さやな、課金しようか。ちょっとあと1万円課金しよう。うん、ちょっと待っててください、皆さん。はい、ということでですね、とりあえず1万円課金してきました。はい、自チーム阪神にしてね。いやー、まあ松井選手を引けたらいいって感じかな。これ別に自チームしてても関係ないんで、はい、とりあえずちょっとサクサクいきますけども、そうですね、まあ出た数によってはミキさんも考えるし、 S もね出ない可能性あるんでね、これ。ほんまにそこが怖いんですよ。だからもう今回はね、もうこの1万円で終わりたいと思います。はい、もうバース選手出たので、まあもう松井選手は本当に欲しいんですよ、巨人純正なんで。なのでその気持ちを持っての追いガチャですね。はい、じゃあとりあえず行きたいと思います。これね、50連目なのよ。うん、50連目なんです。はい、行きます。さあ、お願いします、松井選手、お願いします。あー、散り癖がないけど、ここからヒュッていきなり出てきたり、うん紙吹雪ちってるけど、急に2日間みたいなさ。燃えて。ちょ、お願い、ほんまにお願い。一体しか出んかった30連で、割れて、バリ、ベリ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 。あー、もうバース出たらいいですけど、バース出たら OK。ごめん、危ねえ。もうちょいで下打ちするかと。阪神出るんよ。阪神出る。まあ、福留はいっか、まあ別に。
なんか同じ感じ二人ともバット投げてる斜め上を見てるA ランク画像A ランクめっちゃ出る。あらそう、バスバスバス。あーまあ高橋ですけど持ってんねん、もう6人ぐらい持ってんねんもう。はい、ってことで、これ何年目や、60年目か。はい、60年目いきます。なんか S 出なさそう、 S 出なさそう。いきます、散れよ。なんで散らん、光らんのかいうっ、あーお願い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 、ちょっと1回ぐらい割れて、えぐっ、サブロー。はい、おおバス。あーうわめっちゃ A 引く。もうその A の収束の確率を S に持ってきても、その収束を S に持ってこい。あーなんで OB 出んねん、しかも20倍からな。はい、ということでラストですね。とりあえずラストです。はい、ちょっと他ミキサーとかもするかもしれないんですけど、はい、まあ、単発もありやな単発おもろそう。いきます。はい、もうエナジー使っちゃいましょう、年末やし、年末最後の課金です、おそらくね。はい、いきます、ラストです。70連目、さあ年末ラストの課金のガチャいきます、お願いします。まあラストか分からんけど、 OK 来た、来い、飛べ、よーし持ってる持ってる。いや年末最後いい引きしとるわ。これで松井とか出たらもうやばいですよね、ほんまに。さあいきます、さあマッツーダーやばい、誰来る誰来る、さあちょっと待ってな、どういうこと。いや数あるさ、いや数ある選手おるで、プロ野球スピリッツエース数ある選手いっぱいおる、うん、12球団の選手だ。なんでここで出るいやまあええわ、まあこの意味をね知りたい方はまあ多分コメント欄でまた騒ぐやつがいっぱい出てくると思うんで、はい、うん、まあその人たちのコメントを見て、ああそういうことなんやと思ってくださいよ。はい、うん、草野選手ね、まだあるからね可能性、ここが終わりじゃないよ。あー松原選手持ってるけど限界突破してもいいけどな。はい、いやーまあ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 、けどこれちょっとミキス、いやまあけどこれはミキサーしちゃあかんな、もう前したもんなミキサー、うん、まあこうちょっと今回はちょっとね、渡辺亮選手は育てたいと思います。はい、ひそかに A ランク2枚も持ってるんで限界突破できるんですよ。はい、まあちょっと残しときたいと思います。なので、今回のミキサーは、いないな。うん。単発行こうか。単発行こう、ちょっと。もうエナジー全部使っちゃおうぜ。最後やし。うん。いきまーす。あ、ちょっと待って、単発って自チーム確定とかあった？ここ燃えんかったらカットします。はい。あ、びっくりした！いや、もうビビるわ、マジで。ここで A 引く？自チームないよね。よし、もう一回引こう。あと4回引ける。燃えんかったらカットします。はい。燃えなかったらカット。いや、まだあるよ。まだあるよ、これ。はい。OK。さあ、3回目です。はい。あと3回引けます。いきまーす。いや、単発でね、僕ね、生放送で1回来たんよ、S。あれ、いつやったっけな。はい。OK。さあ、あと2回。エナジー全部使っちゃいます。来た。あー、来い来い来い。これ 2.5 倍やね、これもね。いや、あるよ、あるよ。最後持ってんちゃん、最後引くんちゃん、俺。はい。うわっ！もう、いや、めっちゃ A 引く。え、ちょっと待って、何パーこれ A？ え、8.5% なんすけど。え、S 引いてよ。ラスト。はい。ある。ちょっとラスト最後まで見よう。ありそう。俺には黄色に光ってるように見えるけどな。スコーン！ベリー。メヘル。いや、まさかの今回の動画、すごい神引きやったな、いろいろと。いろいろと神引きしましたね。とりあえず、バース選手ゲットしました。はい。こちらね、もうファーストのレギュラーとして、ぜひね、活躍してもらいたいと思います。はい。めっちゃ嬉しいバースは。でですよ。最後光りましたね。70連目光って、まあ、渡辺亮選手と。ほんで、渡辺亮選手ね、このチャンス、ラインドライブ、流し打ちが出た時、パワーとミート80超えるらしい。だからなんか、ツイッターでめちゃくちゃ強いですよ、渡辺亮選手っていう情報いただいたんで、まあ、セカンドのいずれかレギュラーになるんじゃないかなと思ってます、僕のね、オーダーの。まあ、今ちょっと山田選手が当たったんでね、山田選手の速記は企画とかやっていくから、ちょっと無理くりミキサー行くわ。うん。まあ、もったいないけども、竹翔と、どうしよう。竹翔と平田選手行くわ。もう竹翔と平田選手で行くわ。うん。松原、武田、平田ね。もう行きます。もう押した押したもううん、もう押した。浅村則本お願いします。浅村則本。めっちゃもったいないわ。まあ、平田選手 A ランクめっちゃおるからいいけど、別に。別に A ランクめっちゃおるから別にいいんすけどね。さあ、お願いします。スキップ！ああ、惜しい
はい、ということでね、まあ今年最後の、まあ、ガチャ動画となるんじゃないでしょうか。わかんない、あ、無課金アカウントのガチャも引くからもしかしたらわかんないですけど、まあそこはちょっとね、今後に身を委ねまして、まあちょっとメインアカウントの方はいい感じで終われたんじゃないかなと思います。はい、なんか自チーム阪神違和感あるね、僕が。はい、ということで皆さん、明日の動画ちょっと何になるかわかんないですけど、まあ、いぶし銀か、山田選手か、まあそこそこやっていきたいと思いますんで、はい、ぜひ明日の動画もよろしくお願いします。はい、昨日のね、原さんの動画も見てない方はよかったら見てください。はい、ということで、VIP でした。ありがとうございました。